はい、今回は岸田と東電が原発汚染水を海に流した理由、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、こちらですね、リスナー様に聞かれたことはあるんですよ。で、皆さんも疑問に思われるかもしれないんですが、まあ、当然ですね、この福島の原発汚染水っていうのは危険極まりないんですね。で、なぜそれを海に流すのか、まあ、もっと言えばなぜこのタイミングでそういうことをやったのかっていう、まあ、そういった話を考えていきます。もちろん僕はね、何度もお伝えしてますが、この福島の原発汚染水というのは非常に危険なものであり、海になど流してはいけない、世界に対して取り返しがつかないことをしたと、そのように思っております。で、まずこの原発汚染水がいかに危険であるかと、マスコミはこのことを報道しませんが、そちらと、まあ、ニュースですね。で、ニュースも、何やらおかしいことを言ってるのもあるんですが、まあ、ちょっとまともな部分がある。で、この件を、まあ、した本当の目的ですね、うん、それを考えていきます。これっていうのは、日本がですね、その有害極まれない原発汚染水を海に流した、そういうこともそうなんですが、別の意味があると考えられるんですね。日中関係の悪化とか、有事に、まあ、入り込むための、そういう裏側の本当にそう作戦があると、宗主国のその作戦、企みがあると、そのように考えます。まずですね、まあ、僕何回もお伝えしてますし、リスナーさんも詳しい方がいらっしゃると思うんですが、福島の原発汚染水がいかに危険かということです。で、ホリエモンとかなんか言ってますが、トリチウムがとか言ってるんですけど、まんまとマスコミの罠、あるいはですね、まあ、政府、東電、自民党の罠に引っかかってるわけですね。福島原発汚染水が危ないのはトリチウムではないんですよ。トリチウムも危ないかもしれないです。意味が違うんですよ。このアルプスっていうのでは、トリチウム以外に、除去できないものが12種類はあるっていうことがあるんですが、全くこのことについてマスコミは触れないんですね。で、この取り除くことができないこの12種類のもの、核ですね、それっていうのは、まあ、その放射線とかそういったものを含むし、人体に悪いんですよ。あの放射線被曝とかっていうのが分かってるんで、ただこのことを全く法人にトリチウムって言ってるから、ね、でなんか処理水とか言ってるから安全かのようなことを思うんですが、全く危険です。それを言わないから知らないだけです。で、このどれほど危ないのかっていうと、あの人間のですね、その体内にこの放射性物質、炭素14っていうみたいなんですが、ちょっとこれに関して難しくて分からなかったんですが、この炭素14がですね、人間の体に入るとですね、細胞を破壊したり、まあ、その DNA を破壊したり、そういったことがあるっていうことを、フランスのですね、この原子力研究所が発表してるんですよ。放射性核種ファクトシート炭素っていう、その項目にあるみたいなんですね。それを調べた人がいて、全然例えばこういった話を知らずに、トリチウム水だからとかね、意味が分かりません。トリチウム以外に危ないものがあるんですよ。で、それを隠している。で、日本国内にいて日本国民はですね、安全なんだから大丈夫なんじゃないか、処理水なんだから。世界はそう思ってないってことですよ。世界のこういった話から分かるわけですよ。で、なんかホリエモンが言ってましたけど、科学的に、科学的な根拠を今言いましたよね。そういうことです。フランスのこういったね、放射性を研究しているところ、原子力研究所のところで、このアルプスでは除去できない炭素14というものがあることまで分かっているわけですよ。これに関して反論できないんでね、で、調べない人ってのは何も分からないから、政府に騙されて、マスコミに騙されて安全なんじゃないか、話になりませんから。で、この件というのは何かっていうと、自民党と東電とマスコミがグルなんですよ。で、作戦としてはトリチウムだけの話をする。本当に危ない、その他の物質については触れない、だからそれに気がつかない国民が、処理水がどうのこうのとか、海に流しても大丈夫なんじゃないかと、薄めたらどうのこうの、全てデタラメです。全くわけは分からない。で、海に流すしか方法がないんだっていうんですよ。それもデタラメです。あのタンクに保存しておくことができるんですよ。あの福島第二原発にタンクを作って保存していくこともできる。場所がないとかって言います。嘘です。場所なんてのはいろいろあります。その気がないからです。で、問題っていうのはここなんですよ。なぜこの時期に、このね、ここの数日間で急に、危険極まりない原発汚染水を海に流したのかと、まあ、当然岸田がやったっていうことになってますが、岸田と自民党と東電がやったんですが、裏に宗主国の作戦、計らいがあったと考えられます。
で、ここからニュースに行くんですが、ニュースの中にですね、何やらちょっと意味がわからないところもありますし、ちょっとニュースにしてはまともなことを言ってるかなって思うこともあるんで、そちらをちょっと考えていきます。この8月24日に、自民党岸田、東電がですね、福島の原発汚染水を海に、流したと。で、この毎日90トンずつ流すということで、漁業関係者がそれを反対していたにもかかわらず、それを、まあ、強行したと。で、岸田っていうのは安倍と東電と福島の漁業の人で約束があるんですが、こういうのを福島の漁業の人の断りなく流すことはしないって言ってるんですが、福島の漁業の人に何も聞かずに流した。意味が分かりません。約束を破ってでもいいところです。で、実際に東電っていうのは2013年に汚染水を海に流したことがあって、この時に日本国内で世論、反対世論が出たんですね。で、その後なんかいろんなことを言ってるんですが、本来であればそのセメントとかコンクリートにして置いておくのが一番いいんですが、ここが問題なんですよ。一番安いから海に流す、世界の海にそういう危険物を流すっていうこと、そんなことしていいわけはないんですが、一番安いから流す、東電、自民党、それがそんなことを言っていると。で、ここからちょっとわけわからない、このニュースがあるんですが海に流すお金が一番安いとかっていうんですが、この原発事故を調べている人が、ライターがいるらしいんですが、そのライターが言うには、消費用を考えると500億を超えるから安くないんじゃないかとか、漁業関係者の補填が含まれていないからさらにお金がかかるとかって言ってるんですが、金額の問題ではないでしょう。ここまでの話から分かるように、そういう危険なものを海に流すっていうこと自体がしてはいけないことなわけですよ。日本国内にとっても良くないし、世界にとっても良くないわけですよ。なんか金額の問題にまた話をすり替えたりするんですね。だから世界の海にこうやって危険なものを流すことが大問題である、っていうから、この記者の言ってることもちょっと意味がわからないなと思うんですよ。で、海に流して、その流した汚染水を魚が食べて、その魚を人間が食べる、日本国民と世界の人の体調不良、そういったことが懸念されるんですね。ただここからこのニュースが本当のことを言うんですよ。全く今までの意味のわからないこととは別なんですが、最初に僕がお伝えした話なんですよね。それをちょっとむずいんですが、考えていきます。風評被害とか言ってますが嘘です。実害ですね。政府は風評被害とか、マスコミも風評被害って言っていますが嘘です。風評被害ではない。先ほど言ったアルプスのトリチウム以外の12各種が除去しきれない、分かってるって、このニュースはこれを触れてるわけですね。で、このニュースがいいことを言ってるんですよ。真実を言ってるんですよ。世界では他の加圧水源の原発がトリチウム水を海洋に放出しているというが、通常の原発を冷却する過程で発生するトリチウム水とドロドロに溶けた核燃料デブリに直接触れた水を同時に議論するできるはずがない。実際東電は汚染水のサンプリング調査しか行っておらず、全ての汚染水の中にどのような放射性物質が含まれているか判明しているわけではない。結局今回海洋放出せざるを得なくなったのは、これまで無策のまま、タンクに、溜め続けたから。それを続ければ原発の敷地がタンクで満杯になり海に捨てざるを得ないというシナリオは最初から計画されていた意図的なものにも見えると書いてあるんですが、やっぱりニュースだから本当のことを言ってるような、またデタラメを言ってるようなことなんですが、海外の汚染水と日本の汚染水が違うっていうことを言ってますね。海外のものは、安全ではないですが、この直接ね、この触れてるものではない、しかしこの日本の福島の汚染水っていうのは、この核デブリっていうのを直接触れたんで、物が違うからこんなもの流していいわけはない。で、これっていうのは分かりませんが、実際そうなのかもしれないかなと思うんですね。意図的にやっていたと。ただこのニュースではまた置く場所がなくなったっていうことを言ってるんですよ。原発の敷地がタンクで満杯になり海に捨てざるを得ないというシナリオは最初から計画していたっていうんですが、まだ場所っていうのはあるんで、そんなことでもないと思うんですね。だからやはり所詮はニュースであって混乱を招くためのものかなとも思う。本当のことと嘘が混じってると思う。結局何かっていうと、今回の件というのは東電と政府、自民党とマスコミがこの3者間で嘘をついてるわけですよ。で、またなんかこのニュースが続いていくんですが、この記者っていうのは、この記者はちょっとよくわからないんですが、僕知らないから
まあ、東電はこれまで何度も、まあ、ミスをしていると、分析ミスをしているとか言ってるんですね。で、そのこの話が、東電はデータの公開を拒んでいたということなんですよ。で、それは確かにそうです。東電っていうのは、本当のことを隠しています。で、まあ、この海に流すとか、そういったことっていうのは、東電のデータを信用できないって、確かにそうなんですね。だから、東電、政府、マスコミがグルってことですね。うん。で、このなんか最後に書いてあるんですが、海洋放出は政府が、販路のロードマップの一環として政府が認めたもの、ただ販路の定義すら決まっていない中、廃炉を進める中で汚染水の海洋放出が必要という理屈は全く意味不明だと語ると、まあ、言ってるんですが、まあ、だから言ってしまえば東電と政府とマスコミが嘘をついてますっていうことなんですよ。で、ここのニュースにはどこにも書いてなかったんですけど、僕はこういうふうに思ってるんですね。まあ、リスナー様もこういうふうに思っている方いらっしゃるかもしれないんですが、なぜ、福島の原発汚染水を海に流したのか、しかもこのタイミングで、この8月のね、下旬に流したのかっていうことを考えると、こういうことが考えられるんですよ。岸田がですね、日米韓の会議に行きましたよね。日米韓3者の首脳会談とか。その時におそらく米ですね、宗主国の米に支持されたんだと思うんですよ。なんで米はそういうことを支持するかという理由があるんですね。日本と中国、あるいは日本とロシアとの緊張関係の悪化を米は望むんですよ。そんなことはないじゃないか、あります。そしてまんまとその罠に引っかかって、中国がどうのこうのとか言ってる人いますけど、この件に関して何も分かってません。米の思惑です。米はなぜそういう思惑をするのかというと、単純です。もしも有事になった際にですね、米は、ね、米あるいは背後の軍需産業、軍産複合体っていうのは武器が売れるんですよ。だから要するに米が儲かるんですよ。だから日米韓の間で米の背後のネオコンっていうものですが、それがそういうことをした可能性がある。うん、だから、まあ、その米のネオコンの軍需産業の利益になるためにわざとこういうことをやってると思うんですよ。危険なものをわざと流してね。そして日本と中国の関係を悪化して、日本で何も分かってない人が中国が悪いとか騒ぎまくってますけど、そういうことを言ってる人こそが何も分かってないんですよ。で、さらに、そういう意味の分からない、意見がどんどん出てきて、日本国民同士の溝を作ることも目的であると考えられます。だから今日本っていうのはこういう、まあ、その米の考え、あるいはそれに沿った岸田とか、意味が分かりませんが東電とか、自民党岸田東電で、その宗主国米とかネオコンのその作戦に引っかかってですね、今日本が有事に向かいそうになってるって、このことを日本国民は気をつけないといけないんですよ。中国がどうのこうの、ロシアがどうのこうのとか言ってる時点で何も分かってませんからね。まんまとこの誘導に乗ってると思います。で、この話がずっとね、中国どうのこうのって言われてるんで、で、リスナー様に聞かれたのもあるんですよ。なぜなんでしょうかっていうことで、僕ちょっと調べて考えて思ったことっていうことでお話してみました。僕たちが住んでる日本がですね、より良くなるため、あるいはその有事などとんでもないですから、そうならないために、こちらの件をですね、一人でも多くの方に知っていただければと思いまして、今回はこちらの件ですね、岸田と東電が原発汚染水を海に流した理由、なぜなのかということについてお伝えさせていただきました。今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。